今日は昔作ったアスカラングレーの画像をランウェイにぶち込んでみたら、簡単にハイクオリティな動画がすっぽんぽんぽん出てくるので、ランウェイジェン3の簡単な使い方と作った動画の紹介をしたいと思います。この動画を最後まで見ると、オープニングで流れた映像のような動画を作れるようになるので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。はい、じゃあまずはランウェイにアカウントを作ってください。そうしたら課金をすることになるのですが、お試しで作りたい場合はプロくらい以下がいいのかなと思いきや、多分ジェン3を使う場合、圧倒的にクレジット不足に陥って満足に動画を作れないと思うので、クレジットなしでも動画を生成できるアンリミテッドプラン一択なのかなと個人的には思います。月額95ドルなので、課金する場合は一月はちゃめちゃに使い倒す覚悟を決めてくださいね。年間契約だと 20% オフですがね。課金に関しては自己責任でお願いしますね。では早速ランウェイに画像をぶち込んでいきましょう。サイトにアクセスしたらトライランウェイをクリック。次にジェネレイティブビデオをクリックします。そうしましたら動画化したい画像をドロップイメージにぶち込んでください。エッチチな画像は動画化してくれないので注意してね。ちなみにしつこくエッチチな画像を動画化させようと繰り返すとカウント停止を食らうみたいです。軽いエッチチな画像でしつこく挑戦してみたけど、今のところ私は大丈夫です。軽いものならたまに生成できますよ、知らんけど。画像をぶち込んだら、右下にあるジェネレートをクリックするだけで動画生成が始まります。アンリミテッドプランにご加入の方は右上のボタンからエクスプロアモードに切り替えられます。エクスプロアモードではクレジット消費なしでやりたい放題できます。その代わり時間がかかる場合があるとのことです。より早くより多くの世代を同時に実行するにはクレジットモードをオンにしてくださいとあります。時間帯によると思うけど、大して時間はかからない印象です。待っても2、3分ですかね。そのままジェネレートをクリックしてもハイクオリティな動画がポンポン出てくる印象ですが、プロンプトで動きを指示することもできます。下部にプロンプトを入力するのですが、ここのガイドをクリックすると入力方法やキーワードなどが詳細に説明されていますのでご覧ください。ではこの画像を動画化してみましょう。まずはぶち込みます。とりあえずキーワードとプロンプトを記述してみましょう。そうしたらジェネレートをクリック。3個まで9を同時に進行できます。それ以降の9はストックされますね。上から順番に完了しない場合がほとんどなので、生成が完了したものから見ていきましょう。クリックすると再生されます。顔の一貫性はジェン3になって向上していますが、ガチャ要素は比較的に強めです。気に入らない生成結果は削除できます。髪の毛に関するプロンプトが邪魔なようなので消してみましょう。比較的良さそうなものが出てきたら、このアイコンでダウンロードしても良いですし、続きを生成することもできます。その場合はエクステンドをクリックします。すると左側のドロップエリアにエクステンドをクリックした動画の最後のフレーム画像がぶち込まれます。そうしたら先ほど同様にジェネレートします。すると追加で8秒の動画を後付けできます。このエクステンド機能を使うことで最大40秒までつなげていけるようです。ワンカット10秒あれば大抵なんとかなるのでお好みでどうぞ。ちなみに動画をフレームに分解して最後のフレーム画像をぶち込んで動画を生成してつなげることで永遠に動画をつなげていけますよ。ただその場合は再生成部分のつなぎ目のパンニングだったりがスムーズにいかないので、労力の割に微妙な動画になりやすいです。それでは次のステップ、いくつか動画を生成したら動画編集ソフトにぶち込んでいきますね。16対9のシーケンスを用いたプレミアプロでの解説となります。
好きな順番で並べたら、すべてのクリップを選択後、右クリックからフレームサイズに合わせるを選択して価格を合わせます。するとこのように横幅がちょっと足りないと思いますので、どれか一つのクリップを選択し、エフェクトコントロールパネルからスケールを少し大きくして横幅を合わせます。そのクリップをコピーして、残りのクリップを全選択しましょう。コントロールプラスオルトプラス V で属性をペーストします。これで選択したすべてのクリップのスケールが変更されます。次にゆっくりめな動きのクリップの速度を上げます。右クリックから速度、デュレーションを選択。速度を上げます。するとこのように動画の速度が変化します。次に映画のようなグレーディングにしてみましょう。調整レイヤーを作成し、先ほどのクリップより上に配置します。その調整レイヤーのクリップを選択し、ルメトリカラーを選択します。ルメトリカラーがない場合はウィンドウからチェックをつけてね。色調を調整します。面倒な人はルックからグレーディングしても OK です。あとはいろいろな素材を配置して視覚的にフル装備させたら、音楽を配置します。フリー音楽を配置してもいいですが、今回は自分で作曲しちゃいましょう。スノ AI というサービスでオリジナルソングを作ります。こちらは無料でも音楽を作れますよ。サイトにアクセスします。アカウントを作ったらクレジットをクリック。今回はインストを作りたいのでインストゥルメンタルにチェック。スタイルオブミュージックにプロンプトを記述します。 GPT などに考えてもらうのが手っ取り早いですが、このようなエピックオーケストラ BGM などといったプロンプトを記述するとそれっぽくなります。プロンプトを記述できたらクリエイトをクリック。すると2曲ずつあなただけのオリジナル音源が2曲ずつ生成されます。視聴して気に入ったものができたら、右の3点メニューからダウンロードを選択。ファイル形式を選択してダウンロードしましょう。バチクソ簡単にすんごい曲を量産できる時代ですよ。ダウンロードした楽曲をプレミアプロの下部のトラックにドロップします。あとはオーディオミキサーで音量を調整します。ここのスライダーを上下させてくださいね。読み上げソフトとかで作った音声ファイルも入れたい場合は、同様の手順でドロップして音量調整してね。我々の声を司る読み上げソフト、ボイスピークの使い方に関しては限定動画で投稿しているので、興味がある方は見てみてね。それから BGM は音声を邪魔しないように調整するといいですね。音声も BGM もどっちも聞かせたいという場合の処理については、要望が多ければ声を邪魔しないミックス処理とかも限定動画でやりますね。最後に動画同士のつなぎ目の処理をしてみましょう。このようにフェードイン、フェードアウトさせたりするやつですね。このようなエフェクトに関しては基本的には何もなしで良いのですが、自分で動画編集しているとなんとなくおしゃれな感じにしたくなっちゃいますよね。まずはクリップのつなぎ目で右クリック。するとデフォルトのトランジションを選択とあるのでクリック。設定を変えていなければプレミアプロの場合はフェードのエフェクトがかかります。その他のエフェクトに関してはエフェクトパネルからビデオトランジションを選択。好きなエフェクトをドラッグすれば適用されます。気の済むまで編集したら、あとは書き出すだけですね。おう、動画ができましたね。ちなみに動画を簡単にアップスケールするソフト、トパーズビデオ AI などの解説も限定動画でやっているので、興味のある方はご覧ください。それでは今日はこの辺で、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
動画作るの楽しいからぜひ挑戦してみてくださいね。でも手間もだって味そうな